ミリタリーものの服を紹介するという動画で、そうそう、それもオーバーパンツ、アメリカ軍です。フランス軍だと思います。それもうちですか、フランス軍な気がする。匂い的にもそんな感じする。47ス、まあ、名作っすか。モーターサイクルモーターサイクル部隊、うん、バイクっす。ズボンだけで終わっちゃうよ。これはなんかドイツっすね、多分。つなぎ出た、それ。これが釣りの時にかなり、これペラペラなんですけど、なんか一応ね、こう防水みたいになってる。そうっす、水通さない系の感じなんで、釣りでなんか釣りには良さそうっすね。はい、船に乗る時とかにマジで自然で役に立つんですね。そうそう、やっぱり踏むのはかっこいい。タグないな。ベリンボーン、あった。あ、それドイツっすね。ドイツ、ドイツの作業着ですかね。作業着、あ、後ろなんかなってる。シンチバッグついてて、後ろでサイズ調節がこうできる。ヘリンボーンのやつですよね、多分。ヘリンボーンっす。そうっすね。ヘリンボーンってなんですか。あの、見たら、近くで見たら分かんない。それはイギリスっすね。はいはい、アローがありますね。ブロードアローがイギリス軍のマークで、こういう矢印のマークがあるんですけど、はい、これは年号入ってます。これはね、めちゃくちゃこのフェルトンみたいな、こう厚い生地なんで。フェルトンみたいな、冬です。でも多分うちで買ってもらったやつですか。かダメージドーンかもしれない。あー、そっちか。これでもいい、いい。あんまり着れないけど、こんなにあるから着れないんですよ。短パンが出てきました。アメリカっす。アメリカっす。フランスっすね。多分うちで買ってもらったの。フランス。ネイビー珍しいっすけどね。あ、珍しいですか、これ。うん、あんまりないと思う。普通カーキベージュなんで。これは、これもヘリンボーンっすかね。ちょっとヘリンボーンだったと思う。染めたわけではない。あとジーン、デニムが。あ、それはイギリスのワークウェアっすね。あ、これ違う、そのものではない。本物ではないです。でもイギリスのワークウェア。これブラケットさんですか。そうっすね、うちです。デニムじゃないんですけど、なんかインディゴの。あ、そう、はい、めちゃくちゃ薄い、うん、それはスウェーデンです。クイズみたいになってきて。スウェーデンめちゃくちゃシンプル。そうっすね、ポケットとかも何もなく。そうなんだ。結構太めのやつっすね、うん、それも。これベルトループがなんかちょっと特徴的なやつ、ね、そうっすね、結構長い。ここにこうが、うん、ありすぎだわ。これはアメリカですかね。アメリカの後染めですかね、多分。後染めっすね。多分、はい。スノーポケットもつけてますね。本当はこれポケット貫通するやつですもんね。やつですかね。あ、この前タイカ君もパンツ見えてましたけど、軍パンから。でも俺ポケット閉めたと思って。ポケットやったもんやん。開けたらパンツ見え。俺の。これ何のためのこれ穴。誰が使う。はい、今。あれどういう意味が。貫通してた。オーバーパンツなんですよね。パンツの上からなんで、要は下のパンツのポケットをこう。あ、そういうことか。そうです、そうです。本来下着の上から履くものじゃない。そうです、そうです、パンツの上なんで、要はその普通に履くならポケットはつけた方が。このアメリカ軍のトレーニング、最近のやつか、多分。そうですね、近年ものですかね。うん、はい、すごいありますね。やばい。ブラケット、岩手市で。これなんすか。これもミリタリアさんのやつだったかも。なんすかね、これ空軍ケース。空軍っぽいですけどね。ジップなんすかね。ジップはなんか書いてます。エクライグみたいな、なんか。フランスっすかね、フランスの。なんかめちゃめちゃ厚くて、中面みたいな。ポケットあるけど、こっちは普通のポケットで、こっちはオーバーパンツっぽい貫通のポケットみたいな。あ、フライトとかですかね、多分。そうっすね、うん。要は多分これ着て、フライトジャケット着てみたいな感じなのかなと思うんですけど。これスウェーデンですね。これスウェーデンですかね。すごっ。これダウン。あ、やべ。ちょっと一瞬いいですか、すいません。スウェーデン軍のダウンパンツみたいな感じですね。で、こう全部開くサイズ。寝袋。もうそんな感じ。相当あったかいっす、めっちゃあったかいっす。これも真冬の釣りとか。俺そういうの着てくればよかったんだな、冬の雪の撮影。これ
高知県で釣りの撮影した時、僕らマジでこういうの感じで行ってたんですけど、一人だけ結構薄着で来たもん、ね、あの東京の冬のぐらいの、はい、感じで行ったらもう凍え死にましたよ。途中からもう全く一言も喋らずに、ね、カメラあれ辛かったな。青春さん、そろそろパンツが終わりそう。これはどこですか？これはアメリカじゃないですかね。アメリカ、はい、なんか普通の割とシンプルな、綺麗ですね。これ多分現場で着る系じゃないですよね。現場って要は戦いですよね、うん、フィールドではなさそうですけどね。昇降系ですか？うん、ちょっとなんか綺麗な形、うん、生地なんすか？ウール？なんだろう、ちょっと厚い、ウールっぽいかもしれない。ユニフォーム的な感じなんですかね。うん、いいの来ました。うわ、いいやつですね。これブラケットありますよね。今ありますね。これはイギリス軍のロイヤルネイビーのパンツですね。まあサスペンダーでも釣れるし、紐でも絞れます、はい、この辺の感じが可愛いんですよ。本当だ、それサスペンダー元々釣ってるやつですか？元々のオリジナルのやつだと。これ生地なんてやつでしたっけ？ベンタイルっていうイギリスの生地ですね。紐めっちゃいいっすよね、緑の紐。緑がいいよね。いいっす。それさっきどっかに売ってないですか、その紐だけって聞いてたんですこれはブラケットさんでゲットしました。すごい。あのモッツパーカーみたいのゲットしないとね、そろそろあれついに行きますか？ベンタイルの、はいはいはい、箱入りはもうないんですよ。箱入りまだあります。あるんですか？はい、ぜひお願いします箱入りとんでもないですよね。とんでもないですね。これですよね。はい、これです、これです。これなんか紐のところもその木が使われているとか、凍らないようにする。あ、うん、そういうことか。これ大吾さん狙ってたんですか？今も狙ってます。今も狙ってる。それの箱入りが あの、はい、完全デッドストックがやばいんです。絶対寒くない。パンツ最後かな。これはまあ最近のアメリカの、なんか紹介もしたと思うんですけど、フリースの生地なんです。これも釣り用。これもまあ釣りとかさ。これそれあれワインの時着てませんでした？それ違うかな。着てた着てた。ですよね。それ、うん、パンツ終了。ミリタリーの紹介めっちゃおしゃれな動画なのにめっちゃタンクトップやんと思って。めっちゃ透けてますめっちゃ透けてる透けてる。違う、エッチエッチエロいって。いや、なんかさっきシャワー浴びてて。はいはい。これこれ GI ランタン、軍物ってことですか？アメリカの、ね、アメリカですかね。そういうことですよね。が箱に入ってうんあったんでちょっと買ってみました。古いやつなんですか？そうですね。いつもだろう。箱がすごいっすね。本当だ。箱すごいっすね。すごい、電話番号書いてある。それコントラクトナンバーですかね。何ですかそれ。軍の管理ナンバー。へぇ。あ、1965。コールマン。あ、コールマンなんですね。まだ使えるんですか？使えます。へぇ、すごい。ホワイトガソリンかな。なかなかいいっすね。これね、大阪のなんかイレクターズさんっていう、結構ランタンとか古い釣り具とか扱っているお店があって。釣り具とかも古いのかっこいいんですか？アメリカのバス釣りのルアーとか古いのは結構レアで。ルアーか。よし、